5月23日、横浜市青葉区にある青葉スポーツプラザで第24回グラウンドゴルフ大会が開催されました。この大会は青葉区爽やかスポーツ普及委員会がグラウンドゴルフの普及と区民の健康増進のために毎年行っているものです。新型コロナウイルスの影響で1年ぶりの開催となったこの日、去年から大会が開催されることを待ち望んでいたという区内在住の69人が参加しました。ルールは専用のスタートマットからホールポストにボールを入れるまでの打数を競います。最長50メートルから最短15メートルの8つのコースを回り、合計得点が一番少ない人が優勝です。皆さんが狙うのはもちろんホールインワン。ホールインワンすると合計得点からマイナス3点、さらに賞品がもらえるということで、参加者は積極的にホールインワンを狙っていました。おめでとうございます。はい、どうも。マグレって恐ろしい。ホールインワン一つやったの。素晴らしいですね。これはね、はい、運だね。ホールインワンなんての運、もう技術じゃなくて。本当にコロナの関係で久しぶりの大会なので、できるかなと思ったんですけど、よかったですね、来て。参加者はボールの行方に一喜一憂しながら、爽やかな汗を流していました。